ウォームモードですね。ちょっと暖かく強引にしてみようか。あ、暖かい！早い早い早いぞ！もう暖かくなるじゃん。どうも皆様こんばんは、セゴリと3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。ソニーのレオンポケット4です。さあレオンポケットですよ。去年ね3ご紹介しましてめちゃくちゃ売れました。もうそれはそれは売れたんですけれども、いろんな意見がねあったわけですよ。まあ、もっと冷えると思っていたとか、ゴルフとかやってると途中でバッテリーが終わっちゃうとか、いろんな意見があったんで、それをビシッと改良したというのが今作になるわけです。新しくですねタグですよ、外のですね温度とかも感知できるようにしたりとか、バッテリー時間が約2倍になったりとか、あと 1.2 倍ですね吸熱してくれるようになったりとか、いろいろ進化したということなんですけど、どうなんすかね。果たしてどう変わったのか一緒に見ていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがソニーのレオンポケット4です。開けていきましょう。たらーん、出ました。入ってたのは各種取扱説明書に保証書、エアフローパーツ、 USB-C のケーブル、ほんで外の気温を測定するタグが入っていました。ほんでこちらが本体になるわけです。ソニーっていう風に入っていて、表面縦縞が入ってザラザラになったんだね。でこのように首にね挟めるようになっていて、で後ろは接地面になっています。で本体このように外れるようになってて、横には電源と USB-C の充電口で、上側に排気口、下側にあるのが吸気口です。で去年のはですねこの排気口からですねぶわっと首にですね厚めの空気がですね流れてくるっていうのが嫌だっていう声もあったんで、このエアフローパーツができたんじゃないかなと思います。こんな感じでねケースに取り付けた状態で、上の溝に合わせて取り付ける。よいしょ、これでいいんだ。これで熱がですね首に直接かからないようにするというものかな。ただちょっと目立つねこれ、後ろから見たらねなんかニョキって出てるなみたいな感じにはなるかなと思います。でちなみに去年のですねレオンポケット3がこんな感じ。こうやって見るとねだいぶデザイン変わりましたね。重さはねそんなに差はないかなって思うんですけど、この排気口の部分とかがですねちょっと短くなってますね。吸気がこのようにね前面だったものが下側に変更されています。あとネックバンドもねちょっと太くなったかな、こんな感じですね。で前作はね端っこの方に行くとキュッと細くなっていたんですが、今作は広々だいぶゆとりのある仕様になっています。あとは前作はね横に穴が開いてたのがそれが全くなくなっていると。あとボタンスイッチとかそういったものはね変わってないですけど、だいぶ薄くなりましたねこれ。あと本体の設置部分は大きくは変わっていないし、あでも排気口はちょっと大きくなったのかなと、まあ、すごい細かくいろいろ変わってますね。あとこちらがですねタグ本体そのものになります。下側にソニーっていう風に入ってて、真ん中がセンサーになってるのかなっていう感じだね。で結構固めのクリップみたいになってて、ここを挟めるようになってます。で多分これを抜けばスタートする感じかな。よいしょと、あ光るようになりましたね。ペカペカしてますよ。で一応ねこのタグはこちらの3、4に使うことができます。過去のね1、2に使うことはできないので、4買うのちょっと惜しいなっていう場合はこれだけ別売りで売ってるんでね、こちらを使ってもありかもしんないですね。なるほど、そうしたらじゃあ実際にどれくらい冷えが違うのか起動して確認してみましょうかね。そしたら起動していきましょう。横の起動ボタンをポチ。あははは、起動しましたよ。フィーンと動いています。はい。あっさり接続しました。スマートクールということで、本体の充電は全然ない状態ですけど、まあ、変わらず、スマートモードですね。スマートとマニュアルでいけると、冷たいモード、ファンモード、あったかいモード。この辺はですね、レオン3と変わりはないですね。で、オプションでですね、スマートクール、ウォームモード、あなたの温度の好みを元に自動で動作すると、あとは本体も最新版になっていると、あとはこれだね、タグだね。これどうやってやんの？
これだ、タグの機器登録ありましたね。タグボタンを押して青色に点灯するようにする。はいはい、じゃあ押しましょう。こっち、あ、光ってます、光ってますよ。で登録、よいしょ。はい、アップデートも完了して、もうこれ行ってるんかな。あ、出てます、出てます。下にタグですね。 27.7、 52.5%、 すげえ出てるわ。シリアル番号とか思いっきり出てるんで隠してますけど、 27.8、 46.7 ということで、いろいろ動いてますね。これをバッグとか近場に置いておけばですね、それに合わせてやってくれるという優れもんですよ。へえ。とりあえずちょっとつけてみるか。あ、100個い100個いです。すごい冷たいわ。クール動作中。あ、ターゲット温度ですね、もう見えてる。あ、下がってきてます、下がってきてます。一応ね、襟付きのもの着てるけど、やっぱちょっとちょっと出るね、これ。このエアフローパーツをつけるとね、まあ、確かに、この首の裏とかに直接行くのはなくなった。この後頭部の後ろ側に抜けてってるような感覚ではあるね。そしたら、ファンモードですね。ちょっと風送ってみましょうか。めっちゃファンの音が聞こえるね。まあ、ファンがま、めちゃくちゃ涼しいかどうかって言われると、まあ、なんとも言えないところなんだけどね。あとはスマートモード。これはね、あったかくっても、冷たくっても、その時に合わせて勝手にやってくれるんですよ。これがね、去年はなかったんですよね。これがクールウォームで自動で行けるようになったのはでかいです。エアコンめっちゃ効いてて寒かったからウォームで行ったけど、外行ったらめっちゃ暑いからクールにしてほしいとかは、ここで勝手にやってくれる。ウォームモードですね。ちょっとあったかく強引にしてみようか。あ、あったかい！早い早い早いぞ！もうあったかくなるじゃん。基本的にはね、このモードだね。スマートのクールとウォームですね。これがどれくらいいけるかだね。あ、切り替わった切り替わった。ちょっとあったかいモードだったのがぐん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 下がってます。で、下の温度も、この部屋の室温ですよね。24.2、46点いくつとかね。湿度にも合わせて調整してくれてると。あ、しかもこれあれなんだ。クールモードとウォームモードでそれぞれどこまで冷たくあったかく。だから暑がりだから、そんなにあったかくしなくていいよっていう場合はぬるめでいいだろうし。いや、自分はね、もうめっちゃ寒がりなんすっていう場合には、ちょっとぬるめにね、クールをしておいて、ウォームをあったかめにするとか、そういう風にやると、ターゲット温度がですね、まあ、変わっていくというような形になるのかなと思います。今のところまだね、開封したばっかりですよ。なんで使っていきます。東京出張があるんですよ。なんでこれをね、がっつりつけたまま行って、果たしてどうなのかですよ。なのでこれから使っていきたいと思います。じゃあ行くぞ。はい、というわけで今回はレオンポケット4使いまくって分かったことをまとめていっていきたいと思います。まずいいところからいくと、不快感がない。これをさ、つける段階で、首にね、金属的なものがつくからさ、ペターっとするじゃないですか。だからつける瞬間はね、うおっていうのはね、あるんだけど、このタグを使うことによって、自分の体に合わせてですね、調整してくれるようになったんですよ。で、今まではさ、自動で冷たいとかあったかいとかっていうものをやってたから、エアコンがバー効いていようと、ガンガン冷やすっていうこともしていたからね、逆に寒くなりすぎちゃうとか、そこの調整がうまいことね、いかない時もあったんだけど、それがなくなった。首根っこにつけるといいっすよ。前作はさ、ここが曲がんなかったじゃないですか。これね、曲がるんですよ。3の場合はさ、それできなかったから、 Amazon のレビューとかでも多かったこの排気がですね、首に当たるっていうのはそれのせいなんですよね。しっかりこう確保できなかったんだけど、確保することによって首ですよね、あとこのエアフローパーツ、排気がね、首のこう後ろ側に逃げていくようになったんで、それによる不快感もなくなった。これはね、あった方がいいね。で、思ったよりもね、出てないと思う、これ。こう、首根っこですよね、に、ぴったり合わせるようにすると、ちょびっと、このエアフローパーツは出るんだけど、そんなにがっつりね、出ないんですよ。あと、しっかり薄くも作られてるから、それほど厚みっていうものも感じずにいけるかなっていうふうに思いましたね。あとね、結構長く使える。冷房モードだと8時間は持続しますよってなってて、で、僕ね、バスに乗ったのが、まあ、10時半とかで、それから使い続けて、帰りのバスで気づいたら電池切れてたって感じなんで、だいたい8時間ぐらいは使えるかなと。だから、まあ、ちょっと外して、モバイルバッテリーで充電するとか、そういうことやれば1日使うっていうことは問題ないかなっていうふうには思います。
バッテリーもね、前作に比べると大きくなっているし、非常に使い勝手としてはいいなっていうふうに思いましたね。このタグよ。このタグはほんと優秀だなっていうふうに思います。一応胸ポケットにつけてたんだけど、体温とかをちょっと感知してしまう可能性があるから、ホームページにもあるみたいにバッグとか、あとはズボンのポケットとかだよね。そういったところにスッて入れておくのが一番いいのかなっていうふうには思いました。で、そうね、まあ、あえて残念なところを言っていくと、このタグですよ。このタグがね、結構落ちちゃうんですよ。意外とこれがね、こうスルスル動くんですよ。めちゃくちゃここの強度がね、強くできてるわけじゃないから、多分なくすと思う。だから気をつけてください。なくさないように。ストラップホールがあると、なお良かったかなっていう風には思いました。そんなもんで、面白かったですよ。レオンポケット1、2、3、4まで来ましたから、だいぶ4まで来るとですね、完成されてきてるなっていう。タグはね、ちょっと要改善かなっていう風には思いますけど、でもすごくね、面白い商品じゃないかなっていう。これもね、バカ売れの予感。ちょっとしますよ。前作3でね、改善したっていうところが分かれば、非常に魅力的に感じる商品じゃないかなっていうふうに思いました。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。というわけでまた明日。じゃあおー。